りくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃん、見とる？くるぶしやで。あの時君が流した涙の訳を、僕はあれから10年ずっと探しています。ちょまーたしー！OK！ 前回から何なんですか？怖いですね。いやめっちゃお腹すいたわ。いや、お腹すいた。だってもう1時前やもん。ほんまに。お昼時、お昼時。今日はチョモちゃんの好きなローソンのからあげくん。ローソンのからあげくん。からあげくん。私はね、小学生の時はね、レギュラー味、レッド味。この普通の味と辛い味、この2つしかなかった。おー、のにもねもローソンさんはどんどんいろんな味出してくる。ほぼ暴力です。なんすか暴力？唐揚げくんの暴力。シーズンごとに一つポンと出したり、それが終えてまたポンと出したり、なのにもうね、今ねホットコーナー唐揚げくんメドレー。左打ちはダメ。その中でピックアップした6種類ランキング付けなんかしてみようかなと思いますね。グルメのクルちゃんと好きなものが偏っている私ともらわれてで、なるほど、面白いランキングの差が出そう。出そうですね。かなりモンスターってだいぶ出ましたからね。そうね。唐揚げくんが6個ということは、唐揚げくん合計30個あるということで、15個ずつ、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、それではレディーゴー。では、バン組んのかと思って。まず、一番オーソドックスな。はい。もうこれ何年前からあるよ。もう25年、もっと30年前からあるんじゃん。そんな前からあるある。30年前ぐらいからあるよ。小学校低学年の時の友達の誕生日会に出てたもんから。よう覚えてんね、そんな。同級生がブスってる。ブスって一言も言うてない。まずは、レギュラー味から行ってみたいなと。言うてもそんな食ったことないですよね。あ、そう、うん、お腹いっぱいになってもあれなんで、まずは1個ずついきますか。はい、はい、あ、いや、まあ絶対美味しいんやけどね。あ、いいね、間違いなく。ちょうどいいサイズっすね。いや、ほんとに。じゃあ、いただきます。はじめ。あ、でも今に決まってやないか。うまっ。あれだね、マックのナゲットに近い。いや、マックのナゲットは、その外カリやんか、うん、これはもうカリっていうよりかは、うん、もう完全に肉皮。うんうん、美味しいね。美味しい、うん、これが1位になる可能性もある。そうだね。美味しい美味しい。よろしくお願いします。ではこちらも30年以上前からある、レッド、こちらピリ辛でございますね。これが一番好きなの。俺も、ただ俺はレギュラーとレッドしか食ったことないよね。辛いものが嫌いな俺も、このレッドは好き。あ、そうなんだ。やっぱちょっとビジュアル赤いよね。かもね。いただきます。めっちゃうまい。うまいしかない。レギュラーより好きですわ。お、もうここでランキングが。いや、あ、やっぱ食べ終わるぐらいに来るこのちょっとピリッとした辛みが。辛い辛い、うん、俺もまあまあ苦手なんですけどね、辛いの。それでもこれぐらいなら。そうね、全然大丈夫。美味しい。美味しいね。難しいぞレポ。あー、難しいね。よろしくお願いします。じゃあ次、こちら、お、始めていきます。俺もチーズ、最初にチーズです。お、チーズってね、わー、どんな感じでしょうか。いい、こんな感じですね。見た目はそのレギュラーとあんま変わらん感じだね。そうね。あ、でももう香りがもうガンガンチーズ。なるほど。チーズやわ。確かに。めっちゃチーズ。比べないと分かんないぐらいのチーズなのかなと思ったけど、結構強いチーズですね。あの、これ言い方合ってるかちょっと分からんけど、食感とか一旦置いといてくださいね。チーズの感じ、うまい棒のチーズと一緒。ああ、匂いの感じでも、ちょっとマンゴーみたいな。アナルに入れた。ごめんね。うまい棒のチーズ味は近いかもしれない。ここまでは、でもオーソドックスな感じですよ。やっぱ王道。まあよくあるね。こっからね、ローソンさん。そこ行っちゃうって感じ。おー、なるほど。よろしくお願いします。本日の6種の中では、まあ一番ちょっとやってもったなっていう感じのスープ、味を次は行きたいと思います。はい、こちらです。後楽園コラボ
中華そば味。おなるほど。ああ、後楽園。俺後楽園で一回しか行ったことない、ね。俺も一回ぐらいしかないわ。結構家族連れの方とか。いやほんまに、うん、ほんまに大衆ラーメンの代表格ですね。うん、そうね。よく見る。日高屋後楽園。あそうね、うん。あそうやわ。じゃあ早速中華味、ね、中華そば味、はい。中華そば味。これもまあ見た目はね普通の唐揚げ食ってそうっすね。ああ、わかんない。焼き豚。あそう。ああ、あのね、餃子のあんだねみたいな味がする。そうや、餃子や、うん、うん、中華そばっていうよりは餃子の中身の感じ。ほんまにそう、うん、まずくはない。うん、全然美味しい、うん、けど、醤油ラーメンじゃないな。うん、それぴったりやわ、餃子のあんや、うん、あ、でも美味しいけどね。うん、うん、腹減ってたらガツガツ。そうね、ハイボールとかと食いたいわ。そうね、うん、よろしくお願いします。これもまあまあ変わり種でございますね。お、はい、こちらです。バーン、タルタルソース味。いいね。もうね、パッケージはダントツにポップ。あ、かわいいね。うん、裏とかもね。うん、かわいい、かわいい。出ちゃったって。ごめんね。シコシコ味。タルタル味です。タルタル味。ここに来て、まあ、ビジュアルがちょっと変わってきました。あ、ほんとだ。虎柄。そうね。うん。あー、でも匂いはもう完全にタルタルですね。うん。いただきます。はじめー。うん、あ、美味しいかも。うまっ、本当に入ってますね。これ美味しいかも。これうまいな。うん、うまっ、これは美味しい。ネーミングと味がバッチリ合ってる、うん、さっきの中華そばより、うん、ちょっとね悩むぞこれは。最初一発目レギュラーを食って、うん、こうレギュラーが1位になる可能性あるって言うてた俺に延髄切りをかましたいです、うんよろしくお願いします。それでは最後ラスト、はい、こちらでございます。何でしょう。レモンアーシュ We are the Scott。 俺密かにこれが一番美味しそうだなって思ってたんですよ。やから最後なんですよ。一番合いそうだなって思って。まあ唐揚げレモンやからね。うん、言うてもさ、唐揚げレモンって定番じゃない。定番定番。あえてこれを出すって、うん、結構な研究を重ねたと思うんですよ。なるほどね。うん、絶対美味しいと思うんですよね。めっちゃ考えてるやん。感覚で言ってないよ。じゃあすいません。はい、じゃあラストレモン味。まあ見た目は普通ですね、うん、レモンも。いただきます。はじめー。ああ、いや、これも居酒屋でよく嗅ぐ匂いですよ、ほんまに。うん、うん、あのね、うん、口に入れた時、ちょっと嫌な感じがしたけど、でも、後からすげえレモン。うん、レモン、ほんまにレモン絞った唐揚げやわ。うん、うん、これは悩む。なるほどね。全部うまいはうまい、うん、だからもうランキングは好みの問題だね。そうね、うん、全種類あるんだったら、うん、頼む優先ば、あ、そうね、そう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 。1位から1位、せーの、トマラテはタルタル味。おお、これはレッドです。いや、迷った。あ、マジで迷った。タルタルはね、うん、意表をつくうまさでした。あ、そうね、うん、後からびっくりするぐらいうまい。うん、レッドは俺、うん、ただ単純に辛いの好きなんで、うん、一番味が好きですね。まあ、うん、美味しいよね。じゃあ2位の2位発表に行きましょう。はい、2位はチョマレッド。俺はタルタルです。味覚の違う2人が来てるにしても、うん、ここ1位2位、ね、そうね、この2つは買えば間違いないと思う。クリちゃんは辛いも好きやから、うん、こっちがちょっと軍配が上がりましたけど、うん、辛いも苦手な俺でも美味しいって思える辛さ。うーん、はい、はい、せーの、バーン、レギュラーレモン。あー、なるほど、はい、思ったよりはあれでしたけど、うん、まあでもそれにしてもうまい。女性なんかいいんじゃないですかね。なるほどね。ちょっと待って、レギュラー、ド定番やけども、うん、安定してる、めっちゃ。うん、
ブレないよね。ブレない。お前がいてのみんなやなっていう、うん。そう。本当にそう。はい、じゃあ、こっからワースト3になってくる。そうですね。じゃあ、せーの。はい。せーの。あ、ちょ、バレーも。あ、逆。逆。また逆やった。逆。レギュラーです。なるほど。そうですね。まあ、普通。俺、レモンかけた唐揚げ好きなんですけど、うん、レモンかけた唐揚げ好きなだけやなと思いました。あー、そうかもね。フレッシュレモンを絞った唐揚げ好きで、レモン風味は全然まずくないですよ、うん。美味しいけど、好みで言うと、レギュラーに軍配が上がったっていう感じです。なるほどね。じゃあ行きましょう。5位ですね。5位ですね。せーの。あー、割れるね。俺今一緒の取るかと思ったけど。ジョモは中華そば味です。俺は、チーズ味。チーズの嫌な匂いがちょっと強めかもしれない。でも美味しいよ、めちゃくちゃ。俺はこっちの中華そば味ですね。はい。人生に何度かある、うん、どうしても餃子食いたい時、うん、ぐらいかな、1位になれるのは。まずくはないし、うん、あ、よくやりましたねって感じしますけど、うん、わざわざ他の美味しいのをかき分けてまで頼むかなっていう感じですね。まあこれが、うん、彼女が作ったらめっちゃ褒めるよ、これ。めっちゃ欲しいじゃんって言うけど、売り物としては微妙だよね。そうね、そうね。うん、いや、そうや、ほんまに。うん、そういう感じ。そういう感じです。でも美味しいと思うね。うん。まあまあ、まあ、後楽園さんとのね、仲もいろいろあるでしょう。じゃあ、最後ですね。はい。ワーストですね。ワーストですね。お互いの。はい。じゃあ、もう一言だけでいいよ、はい。うん。臭い。ごめん。マジでごめん。整備の時はやらない派ですね。ごめんね。知らないです。結構やっぱ匂いはきついよ、ね。いや、くせえわ。これはちょっと好き嫌いあると思う。分かれる分かれる。くせえチーズ好きな人はいいかもね。うん、ああ、うん。チーズ自体は好きなんですか？チーズ自体は好き、全然好き。はい、じゃあ俺、後楽園が、最下位です。うん、まあ、本当に、ブレてます。中華そば、こんな味ではありません。餃子味やったらどう？餃子味だったら全然あり。なるほど、なるほど。あ、ブレてるってところでや。うん、そう。優先順位ですから。中華そば味じゃねえじゃんってとこですね。そう。なるほど。だから、全部美味しいんだけど、うん、これは頼まないかな。なるほど。あと、もし餃子味にするならもうちょっとラー油強めがいいですね。なるほどですね。はい、はい、そんなとこでしょうか。いやー、すごい。レポッタねピックアップした6種類ね、食べてみましたけどね、うん、どれも美味しいです。いや、そう、いや、本当に、うん、6種類買って、うん、1200円ぐらい。そう、1個200円かな。 ね、結構豪遊できるよ。うん、ほんまに。だってこれまだ残ってますからね。そうだよね。もうなさいっぱいで俺食うけど。ぜひ皆さん、最後にラーゲットを大人返して ね、楽しんでくださいね、うん、楽しんでみてください。はい、本日はクルチョモチャンネル、唐揚げくんを、6種類買って、好きなランキング、つけてみなでした。お送りしました。ありがとうございます。マンコそれ大丈夫よくさ、その、うん、唐揚げレモン絞っていいか聞けって言うじゃん。嫌な人もいるもんね。そんなんで切れんなよって思うんだけど、あれで切れるやつはマジで本物。もうね、これから一生もう便器は和式だけ